ゲラゾルターンは、ハンガリーペーチ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF。ハンガリー年間最優秀選手賞を2度受賞している。1997年にペーチ MFC と契約し、ロートアンタルの指導を受ける。ペーチでの活躍により、国内メディアやクラブチームの関心を集め、2000年にブダペストを本拠地とする。 フェレンツバーロシ TC へ移籍した。同クラブでは3シーズンの在籍でリーグ通算115試合に出場し32得点を記録。2度のリーグ優勝と2度のカップ優勝に貢献した。2004年7月、イングランドのウエストブロムビッチアルビオに FC へ移籍。移籍金は150万ポンドであり、3年契約で1年間の契約延長オプションが付帯する。 同年8月14日、ブラックバーン・ローバーツ FC 戦の87分に途中出場し、プレミアリーグデビューを果たすと、同月25日のトッテナムホットスパー FC 戦でリーグ初得点を決めた。2008年6月、WBA との契約が満了。WBA 側から契約延長の申し出を受けたがこれを断り、同月11日に、 フラム FC と3年契約を結んだ。2011年8月2日、フラム時代の恩師であるロイ・ホージソンが監督を務める WBA に加入、3年振りのフルス復帰となる。同年11月26日のトッテナム戦で、左膝前十字人体を断裂し、シーズンを終了する。2013年1月5日のクイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦で、 再び同箇所を負傷し、残りのシーズンを棒に振った。8月14日、クラブと1年間の再契約を締結した。2013から14シーズン終了後、契約満了に伴い、ザ・ホーソンズを去る。2014年7月9日、古巣であるフェレンツバーロシュへ復帰することが発表された。2018年6月28日、現役を引退することを表明。 引退後は代表やフェレンツバーロシュでアシスタントコーチを務めている。ハンガリー代表としては2002年2月13日のスイス戦でデビュー。同年10月16日のサンマリノ戦で初得点を挙げるとこの試合でハットトリックを達成した。2004年からは代表チームのキャプテンを務めた。2009年10月14日、2010FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のデンマーク戦を前にしたミーティングに遅刻をしたことから監督のエルヴィーン・クーマンによりデンマーク戦のメンバーから除外する処分を受けた。ゲラはこの事件の後に代表チームからの引退を発表した。2010年7月23日、クーマンが監督を退任し新しくエゲルバーリ、シャンドルが代表チームの監督に就任。エゲルバーリとゲラの間で交渉が行われると 同年8月11日のイングランド戦で代表チームに復帰。2011年3月29日、敵地アムステルダムで行われたユーロ2012予選のオランダ戦では5万1700人の監修の前で2得点を記録した。ユーロ2016にも参加。6月22日のポルトガル戦において19分に決めた。 ボレーシュートによる得点が同大会の最優秀ゴールに選出された。ありがとうございます。